はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、みのけんじです。さあ、本日の動画は、この間ね、NVIDIA の GeForce 更新されて、RTX Voice っていうノイズ除去の新しいプラグインがね、導入されたので、そちらの性能テスト、どの程度除去してくれるのか、ノイズをですね、それのテストをしていきたいなと思います。で、こちらのセットアップ方法を、まずは紹介していきましょう。で、こちらのページ、まあ、NVIDIA の GeForce の、まあ、ページなんですけれども、こちらを開いていただいて、で、こちら、アプリダウンロードして、インストールして、RTX 音声を構成する。インストールしたら、こういう、この画面ですね。これが出てくるので、で、こちらで設定をします。このインプットデバイスっていうのが、自分の声を入れるマイクの方ですね。アウトプットデバイスが自分が普段聞いているイヤホンとかスピーカーのデバイスのことになります。で、こちらの Remove Background Noise from My Microphone。こちらを、にチェックをしていただくと、マイクの方の音声のノイズが除去される設定になっています。で、こちらのアウトプットデバイスの方にもチェックを入れると、自分の聞いているスピーカーの音のノイズも除去してくれるようになります。まあ、これは別に、オンにする必要はないですね。で、こちらがアプリケーションごとの設定の方法ですね。これ、フワって書いてあるけど、これ、Discord のことですね。Discord の場合は、Discord のこの設定画面の、この設定ですね。設定を開いて、ボイスの設定、ボイス&ビデオっていうところがあるので、まあ、これ、日本語対応なんで、まあ、日本語の場合は、音声と音だったかな。をこちらの通りの方に設定しただけいただけると OK です。こっちがマイク、スピーカー、アウトプットデバイスをスピーカーにするだけですね。で、さらにノイズリダクションを無効にすると最高品質を得れるようになってます。で、OBS の場合はこちらセッティングを開いて、オーディオの設定のデバイスのところ、ここを NVIDIA RTX Voice に設定する。で、そして、こちら、モニタリングデバイスを NVIDIA RTX Voice を選択すると。そういう感じですね。で、あと、まあ、ストリームラボと、ラブズとか、XScript、この辺にも対応してるのでね、こちらの設定通りにやれば、問題ないかと思います。で、こちらの設定をした後に、どの程度ノイズの除去されるのか。ノイズ除去されない状態の時と、ノイズ除去してる、まあ、RTX ボイスを使用してる時のタイピングの音を聞いて、ね、聞き比べていただいて、どの程度除去されるのか、ちょっと確認をしていきたいなと思います。で、今使用しているキーボードが銀軸のキーボードですね。銀軸は打鍵感なしで、あまりカチ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 音は鳴らないタイプで、メカニカルの中では結構静かな部類ですね。まあ、静音赤軸とか、もっと静かなのはありますけれどもね。で、もう一つ、まあ、カチカチ鳴る一番大きい音の青軸のやつでもちょっと試して、同じようにノイズ除去した状態とそうじゃない状態で確かめていきたいなと思います。で、ちなみに OBS の方でも一応ノイズ除去を、まあ、いつもしてるんで、その状態でノイズ除去って言ってもキーボードぐらいの音だとさすがに拾っちゃうんで、そのキーボードの音がどの程度制限というか音を軽減できるのか、それをちょっとね確認していきたいなと思います。ではまずはノイズ除去する前の状態でタイピングで音の確認していきたいなと思います。で、こちら寿司だっていうタイピングソフトですね。そちらで確認をしていきたいなと思います。
では次は NVIDIA RTX Voice を使用した状態でタイピングしてみたいと思います。では次は NVIDIA RTX Voice を使用しない場合の青軸の方でタイピングしていきたいと思います。では次に、ノイズ除去した状態の青軸の方やっていきたいと思います。はい、いかがでしたか？この後ね、自分で確認してみたんですけれども、あらびっくり。ノイズ除去率というか、半端なかったですね。青軸の方でもがっつり、青軸のカチカチ音が全然入ってなかった。一部ちょっと入ってたんですけれども、多分それは、青軸の、ちょっとギリギリの境界線っていうかな、なんでしょうね。強く叩きすぎると多分入っちゃうかなと思いますけれども、普通にタイピングしてる状態だと、全然入ってなかったですね。びっくりですわ。っていう感じ。予想以上にすごかったですね。青軸のやつが入らないんだったら他の軸のやつも絶対入らないし、マジびっくりですね。かつてここまでノイズ除去できたのがあったかっていう感じですね。他のソフト、まあ OBS とかでもノイズ除去の設定してあるんですけれども、まあこれは前半の方で言ったんですけれども、それではね、例えば、まあ、エアコンとか、扇風機とかの音。そのぐらいまでは十分シャットダウンしてくれるんですけれども、それ以上、
打鍵音とかまで絞っちゃうと、自分の声もかなり張らないといけなくなるんで、ちょっと調整が難しかったんですけれども、この RTX ボイスを使えば、すごいですね。キーボードの打鍵音も完全にシャットアウトしてくれますね。で、それでいてもボイス、自分の声は拾ってくれると。これはかなりすごいですよ。これはマジで革命が起きてるかもしれないですね。びっくりですわ。で、ちなみにこれ RTX って書いてありますけれども、GTX でも使えるみたいなんで、まあそれの使い方に関しては、概要欄の方にリンク貼っておいて、詳しく説明してあるものがあるので、そちらをご覧ください。いや、本当にびっくりですわ。しかもこれいろんなアプリの対応してるんで、まあ OBS、Discord、Xsplit とか、あと、最近まあね、テレワークで需要が伸びてる Zoom とか、Skype とかね、いろんなアプリに対応してるので、本当にこれはね、めちゃめちゃいいです。うん。コントローラーのカチカチも全然入らないだろうし、まあキーボードの打鍵音が、青軸の打鍵音があれだけ入らないんだから、びっくりですね。最初、録画したやつ聞いたときに、あれこれ、俺マイクの設定ミスったかなと思ったくらいでしたからね。まさかあんなに完璧に除去してくれるとは思いませんでしたね。うん。びっくりです。これ本当にね、配信してる人、まあ、特に YouTube に動画上げてるとか、結構ね、キーボードの打鍵音とか気になってたと思うんですけどね。これはびっくりです。うん。革命が起きてると言っても過言ではないですね。簡単にね、ダウンロードして設定できるんで、これはね、本当にやった方がいいですね。配信とかしてなくても、例えば、PC で FPS をやってフレンドと、ボイチャしながらやってるっていう人でも、打鍵音とかを除去することができるんでね。これ本当にいいですよ。で、概要欄の方にこちらのページの URL とかも貼っておくので、ぜひともね、利用してみてください。はい、それではね、今回の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、Twitter のフォロー、高評価などよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。